にちは、池田真子です。今日のマクチャンネルは DIY です。今回紹介するのは100均のアイテムでできるフェルト加湿器です。はい、加湿器ってやっぱりこれからの季節すごい乾燥するし、私もアーティスト活動してて結構喉の乾燥とかは気になるのでつけてたりするんですけど、普通の加湿器じゃなくて最近流行ってるのがペーパー加湿器っていうのがあって、そのペーパー加湿器ならぬフェルト加湿器を今回作ってみました。で、いろいろなんか考えてお部屋にも飾れるようなインテリアにもなるような、しかもエコな可愛い加湿器を作ってみたので、ぜひそのやり方を紹介していきます。使う道具はこちらです。はい、それではそのやり方をご覧ください。マクチャンネルスタート。それでは早速始めていきます。まずは好きな大きさの形に切った、長方形に切ったフェルトを用意して、それを半分に折ります。そしたらここに切り目を入れていきます。で、切る幅は間隔は1センチぐらい空けて好きな長さに切っていきます。こんな感じで切れました。で、そして切ったら少しフェルトをずらします。横にずらしてそれを巻いていきます。はい、そうするとこんな感じでお花ができます。で、切る長さによってこの広がり具合、今短めに切ってるんですけど、長く切るともっと広がったお花になるし、さっき巻く前に紙じゃないなフェルトをずらしたことによってこんな風に綺麗な花びらの形になるのでおすすめです。で、これと同じようにまた違う大きさのフェルトで2つ2種類作ってあります。これを使って、作っていきます。今度はこの陶器に一度入れて好きな位置を決めます。で、そこを底の高さを一緒にしたら軽く輪ゴムで留めます。そしたら今度はこちらの紐でここを結んでいきます。そしたら、輪ゴムを取ってきつくやるっていうよりは緩めに結んでいきます。で、カットします。はい、こんな感じで一つの束、花束ができました。そしたら今度は葉っぱを作っていきます。こちらのフェルトの一番明るい色を使っていきます。はい、これは葉っぱは、まず半分に折ってカットしていきます。そしてまたその半分にカットします。はい、そしたらこの紙を斜めに向けてくるくる巻いていくんですけど、このままここに入れて少し長いなと思ったら下をカットするか、それかちょっと先に折って同じようにくるっと巻いていっても OK です。それで中に入れます。もう一個も同じようにやっていきます。そして形を整えます。はい、こんな感じでできました。
そしたらこのままでもいいんですけど、ちょっともうちょっと可愛くしたいなと思うので、今日はこのリボンを使います。はい、ではこのリボンのまずは長さを貼っていきます。この周りにこうつけて結んでいこうと思うんですけど、軽くリボン結びしてどれぐらい長さが必要かなみたいな計算をします。そして、大体これぐらいかなと思ったところでカットします。そしたら、このままリボンを巻くとちょっとだけこのここが斜めってるんですね。なので結んでもずれてきたりとかすることがあるので、少し両面テープを使って留めながらやっていきたいと思います。まずはリボンを半分にして、で両面テープは少しずつ使います。はい、両面テープは短くカットして、そして半分よりちょっと短いぐらいに上だけ折ります。リボンが細いのでこの幅より短くなるように折ります。そしたら剥がします。そうすると次貼るときに剥がしやすいし、ここがツルツルなので、で幅もリボンより細いのでこのやり方はおすすめです。そしたら好きな高さの位置にテープを貼ります。で剥がします。でそこにさっきのリボンの半分の部分をつけます。はい、こんな感じで切れました。でこれと同じようにあと3つ真ん中ずつ4点つくように貼っていきます。はい、こんな感じであと3つ全部で4点貼れました。そしたらそこにリボンを巻いていきます。で最後の1個の部分でリボン結びをします。でこんな風に一度結んだ時にテープに貼るようにしてください。こんな感じでリボンが結べました。そしたらこの長くなった部分をカットします。はい、こんな感じで完成です。いかがでしたでしょうか。はい、こんな感じで完成したんですけど、これはフェルトの色を変えても可愛いし、あと巻き方とかも変えても可愛くて、こんな感じにもできたりするので、ぜひ皆さんの好みのやり方で試してみてください。であと陶器なんですけど、私はこの白のものを使ったんですけど、ガラスとかにしても可愛いと思うし、あとできるだけお部屋に置くんだったら横幅にでかい方がこぼれにくくておすすめです。であとこう紙よりもフェルトの方がすごい水分を染み込むのでおすすめで、あと垂れてくるのがちょっと怖いなと思ったので、私はできるだけ低めに高さを低くして作ってみました。下にお皿とかを置いたり何か引いたりしてもいいのかなと思います。はい、これだと寝る時とかも音がしなくて、普通の加湿器って結構なんか音が鳴ったりとかするじゃないですか。そういうのもないからおすすめだし、あと今回はちょっとこれ買ったんですけど、こういうオイル、フレグランスオイルとかを入れたりしてもとってもおすすめだし、このフェルトも洗えるので、こう繰り返しできるだけこまめに洗うことをおすすめするんですけど、本当にエコだし簡単に作れるので、ぜひ皆さんも試してみてください。お部屋にも置けてインテリアにもなるので、ぜひおすすめです。はい、でそんな感じで池田真子のマクチャンネルでは、他にもメイク動画とか DIY 商品紹介などもしているので、ぜひチェックしてみてください。で気になったのがあれば、評価やコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。で毎週水曜日と土曜日の夜8時にアップしています。ぜひ楽しみにしていてください。ということで、今日は池田真子の100均アイテムでできるフェルト加湿器でした。バイバーイ。